久しぶりで今日はここからフーリエ変換の性質から、教科書持ってる人は70ページぐらいから、ちょっと今年私ペース遅くて、まだこの辺です。1番目は線形性。もう線形とは何度も聞いている言葉なんだけど、フーリエ変換というのは線形演算です。この上に書けます。A と B は係数です。 A と B は係数はフーリエ変換は外に出していいよと。で、足し算したフーリエ変換は一個一個フーリエ変換して足せばいいよ。で、普通の線形の形、これはこんなもんだと OK です。2番目は対称性。これもこんなもんだでいいです。で、特に重要なものはアンダーラインを引いていきます。この1番は重要です。2番は、重要じゃないって言い方はまずいんだけど、まあ、1番ほど重要ではないです。こういう公式があるので OK です。まずどんどん書いていきますね。で、3番目は重要です。時間軸推移と言います。はい。これは時間軸推移の、これが tau だけずれてますよと。 tau だけずれたものの、フーリエ変換はこんなものがかかりますよと。なんだか分かってるの分かんないようなこんな式です。で、このように考えます。tau だけずれたもののフーリエ変換を x tau オメガと、まあ、置いてしまいましょう、便宜的に。一方、もともと x のフーリエ変換を x オメガと置きましょう。ですから tau ずれたってことを下添え字 tau でこう書いただけ、区別したかったからね。そうするとこのように書けます。時間軸推移の公式というのはこんなふうな式に書けることになります。で、今出てきたこの係数、これってもうオイラーの公式そのままだよね。大きさ1だよね。単位円周上回るやつだから大きさは絶対1で、位相マイナスオメガタウ、これ位相です。こんなふうになります。なので、言いたいことが2つあって、時間をずらしても大きさは変わんないんです。イメージ全然湧いてないことを私が言ってんだけど、何やってるかというと、もともと例えば何でもいいんだけど関数 xt があります。で、これはもともと関数です。それをtauだけずらしちゃう、右側、こんなのやりましたね。最初の方に右側にずらしちゃいました。この2つについてフーリエ変換したいというのが今考えていること。もともと波形があったもの、このフーリエ変換と、これだね、このずれたもののフーリエ変換、それ x タウオメガと置いたと考えています。その2つを比較したいんだけど、ずれただけなんでフーリエ変換しても大きさ変わらないんです、振幅は、ね。だけど位相角、これだけ遅れちゃうんです。オメガタウだけ遅れます。すなわちここですね、この位相のこれだけずれていってしまう。で、このタウのことをずれ、遅れ、時間推移と言ってるんだけど、分野によっては時間遅延ということ、これは信号処理の言葉、あるいは私制御なんだけど、制御ですと無駄時間。3年生になってからみんなとまたやがみでお会いします。その時出てくる言葉になります。で、一般的にこういうふうに元からずれていく、しかもタウというのに関して1時間数、この直線位相って言います。まず今こんなのがあるんだ、時間ずれてても大きさ変わらないけど、位相ってのは時間なんですよ。これだけ横時間ずれてますね、そんなことが言ってるのがこの3番の性質になります。これはこれから使うことは多分出てくる。で、4番、時間軸推移があったら周波数軸推移、こんな性質もあります。JAT、これは3番ほど重要じゃないんで、まあ、こんなのがあるねで OK です。
で一個ずつ飛ばして重要なものがあって、今度時間軸スケーリング、これがかなり重要な性質になります。なんだか分かったような分かんないような式ばっかり並んでるけど、これはすごく意味があります。この式の言った意味は、時間軸を A 倍しました、 A を AT にしたんです。時間軸を A 倍したら周波数はオメガだね、オメガの世界は A で割りますよ、時間軸をいっぱい増やすと周波数がちっちゃくなっちゃうよ、そのと言ってる大事な公式です。でこれをもっとかっこよく言うと、時間分解能って言葉を聞いたことあるかな。分解能とか解像度、英語で言うとレゾリューション、多分小学校の時聞いたのは顕微鏡でどのぐらいの解像度で見ますかっていう、時間分解能、時間を細かく見ようと思うと周波数は荒くなっちゃうよ、周波数を細かく見ようと思うと時間は荒くなっちゃうよ、これを言ってるのがあの公式なんです。どんどんくどく言い方になっていくけども、これは何を言ってるかというと、時間分解能っていうのが、まあ、あったとして、時間の細かさと周波数の細かさを掛け算します。その全体としてはある一定よりちっちゃくできないよと、そんなこと言います。これを不確定制限と言います。おそらくみんなは量子力学でハイゼンベルグの不確定制限っていうのがあったと思うんだけど、そのフーリエ版です。もともと不確定性原理というのは量子力学で出てきたもの、それをフーリエのが新しいんですね、と、こう情報の世界で言ったものになります。これがフーリエ変化の限界を表している、性質になります。どっちか細かく見たいんだけど両方いっぺんに細かく見れないっていう、なんか、もどかしい、そんな性質です。でもちろん限界があったらそれを打ち破るのが科学であって、これを破ったのが、もうこの授業の範囲を圧倒的に超えてしまいますけども、ウェーブレット解析、これは3年生以上になって私は教えないけれども違う先生の授業で出てくるかもしれない、フーリエのもう少し先の世界になります。もうこれはこういう言葉があるんだと、それ十分です。これでできたのは1980年です。でなんだか文章ばっかりいっぱい書かされて意味がわからないんでちょっと説明しますね。時間の世界で一定値の信号、直流成分をフーリエ変換しましょう。何言ってるかというと、まず一定値の信号というのは周波数成分は直流分だから周波数ゼロしかないですよね、制限波入ってないから。これのフーリエ変化するとこうなります。こっちはだだっ広い波形、それがここではここだけに極材化されている、ね、でもうちょっと間を取って考えたいんでこんなのを考えます。授業だったらこんなのを考えました。箱型関数とか矩形波とかいろんな言い方をしました。このフーリエ変化も多分中間試験前には勉強したでしょう。フーリエ変換するとこんなふうになりました。何が言いたいかというと、こっちはずっと広がっていたのを狭めていったら、ここが1個あったらどんどん広がってきました。もっと狭めていきましょう、すなわちあそこの幅をもっと狭くして、今度はこのぐらいしてみましょうか。フーリエ変換してみましょう。ちょっとずれちゃったけどね、みんなノートを書く人はきれいに書いてね。今度こうなります。汚いけど何が言いたいかというと、こっちを狭めていくとこっちが広がるんです。さっき言ったどっちか細かくするとどっちが広がっちゃうよと、そんなこと言ってます。さあこの極限はこっちですよね。今度はこっちがデルタ関数、もう最初に狭めていくとこうなります。デルタ関数のフーリエ変換周波数特性は今度はこうなります。こんな感じ、
これがさっき言った左と右の世界で、こっちを狭くするとこっちは広がっちゃうよ、そんな関係があります。で、今これが分かって何が嬉しいのって世界だと思うんだけれども、これはなかなか大事な話で、特に最後これインパルスでした。インパルス信号は、周波数成分これ全部含んでるんです。インパルス信号というのは全ての周波数含んで、こんな波形なのにピーンと立ってるわけなのに全ての周波数が入ってますよ、そんなのを数学的には言ってますよということが分かります。まずこんな図があるんだというのは割と大事な、教科書のように書いてありますけれども、まあ、実際自分で書いてみて、こんなもんかな。で、最後にここの図面と、ちょっと遠いから下ろすけど、ここの図面同じですよね。今度ここの図面とここの図面同じですよね。これとあれ、あれとこれ、こうなんか互い違いに関係がある。こういうのを物理では相対って言います。デュアリティ。こういう関係、これ面白い関係。何が嬉しいかというと、一個分かっているとその裏側が見えてくるよ。こんなことで物理だっていうのは、ある側面だけ見ていると違うことも見えてくる。相対性とかアナロジーとか、そんなのが大事になってきます。ですからここの時間軸スケーリングっていうのは結構大事。時間軸スケーリングがあったので、今度は周波数軸スケーリング。これは赤線を引き上がったので暗記することはないです。ポイントはさっきと一緒で、時間の世界を今度は a 分の1しちゃったんです。さっき a 倍しましたよね。そうすると周波数は a 倍されますよと。同じ関係なので、さっき分かったらこれ OK です。さっき出てきた相対性ってこんなのもあります。これも記念に書いて後で見てください。この辺はこんなのがありますよで結構です。7番のポイントは、普通はこっちの左側にあるのは小文字の X なんです、ね、時間の関数の、それがもうフレー変換されたら大文字の X が入ってきてるってところが面白い。右辺は逆で、本当は大文字なのに小文字になってる、逆転してる。さっき言った逆を見てるってところが相対性です、まあ、これはこんなんでいいです。で、8番、今度は大事、時間微分。まず表面的に覚えてほしいことは、微分数、時間の世界で微分数ということは、周波数の世界では J オメガをかける、微分数ということは J オメガをかけることですよ。2回微分はそれを2回かけることですよ。これはこの後とっても大事です。微分方程式が掛け算の方程式、代数方程式になる。これは嬉しいこと、すごく嬉しいことになります。微分が出たら積分ですね。で、積分はちょっといらない余計な第2項出ちゃうんだけど、大事なところはここです。積分するとってことは J オメガで割るってこと。我々工学の人間がフーレ変換、ラプラス変換を使うときに一番使う性質はこれです。微分積分というちょっと厄介な演算を掛け算割り算で代用できちゃう。これこの後微分方程式をラプラス変換とかフーレ変換を使って解くことができます。そういうときにとても大事になってくる性質になります。これが時間の微分、時間の微分と積分、微分はジオメガを掛けますよ、積分は割りますよ、そんなふうになります。右辺が周波数オメガでの微分になっている、こんな公式もありますよ。これは赤いアンダーラインつけません。さっきこれつけ忘れたけど、これ大事ね。積分もね、微分積分はペアで大事で、周波数微分はそんなに大事じゃない。もうあと2つ3つ、多分中間試験を勉強している時一番嫌だったのは、畳み込み積分のなんか計算のやり方、なんかいろんな図面書いてずらしてやったりとか、教科書で書いてあってノートでもやったんだけど、そんなのがありました。時間の世界で畳み込み積分ってめんどくさいんです。それをフーリエ変換しちゃいます。フーリエ変換するとフーリエの世界ではそれぞれのフーリエ変換の掛け算でいいんです。これがとても嬉しい。
こんな変竹林な畳み掛け席のしなくても掛け算でいいよ。これがとても大事。これはこの後制御で使います。あと一つ、パーセバルの等式、特に一番大事なバージョンを書きましょう。これが一番大事なバージョンですね。X のラプラフレ変換が X です。時間の世界でのエネルギー、時間 T の世界でのエネルギーの計算、それは周波数の世界でも一緒ですよ。ですからパーセバルの等式の一番言いたいところは、時間の世界と周波数の世界で、同じこと、エネルギーを計算するといったら同じ計算できますよ。まあ当たり前見るけど大したことでこのことは言いますよというのがパーセバルの定理になります。非常に駆け足だったんですけれども、これがパーセバルの大事な定理になります。ここまでどうでしょうか。12個ありました。ただ赤をつけたのは半分の6個か7個ぐらいだと思います。そこは大事。線形性、それから時間軸推移、それから、なんだっけな、微分積分があって、その前に、時間軸スケーリングで畳み込み積分、それから最後パーセバルの定理等式、この辺は全てキーワードで、ここで一回覚えておくと、この後またラプラス変換を勉強します。 Z 変換を勉強します。全部一緒です。フーリエがちゃんと分かっていれば、あとは全部応用問題。なんでフーリエなんでこんないっぱい時間かけてるかというと、ここまではとっても大事なところで、あとラプラス変換は2回ぐらいでやっちゃいます。 Z 変換も3回ぐらいでやっちゃいます。同じ変換なのに、もうフーリエと同じように考えていきます。というのでようやく第3章終わります。ここまで何か質問があったら、でようやく今日メインテーマはラプラス変換なんです。第4章に入ります。ラプラス変換、という新しい章です。で教科書元としては新しいところで、今度は83ページになります。でもうこれは完全にフーリエ変換のお友達です。親戚です。だからもうフーリエ変換分かっていればほとんど問題ない。違うところは XT っていうのはもともと時間の信号関数があります。これ L って書いて、これラプラス変換の意味です。ラプラスってのはラプフランス人です。ラプラスさんのライドを取ってラプラス変換、こんな記号で書きます。で行き先が XS というところに行きます。で S というのはこれ複素数なんです。で S イコールシグマプラス J オメガと書きます。普通の実部と虚部です。シグマプラス J オメガ、このこれフーリエの時の周波数です。である意味フーリエ変換を含んでいるようなもので、も定義書きます。ラプラス変換もうこれ全て XT という信号が関数が与えられたら、こんな積分を計算してください。で出てきた X オメガ、XS だ、ごめんなさいね、これ X、 今ラプラス S です、ごめんなさい、 X ですね。こういう式で計算するものをラプラス変換と言いましょうという定義です。教科書はその83ページ一番下に書いてあります。でこの時我々よく書く記号は XS イコールラプラスした XT と、このような記号、フーリエ変換と一緒です。フーリエの時は F でした。でこっち側があったら、これをラプラス変換と言います。ラプラス逆変換、すなわち、この音をやらなきゃいけない。XS というものが与えられたその逆変換をして元に戻す、これラプラス逆変換と言いましょうね。でこれも式があるんだけど、これは式は書きません。教科書にはどっか書いてあります。例えば85ページの一番上の 4.4 式、もう見た瞬間嫌ですね、複素積分です。でこの授業では複素積分はやりません。これを解く解法、これ部分分数展開、これを今日勉強していきます。
あと30分ぐらいの間にいろんな音やっちゃいましょう。もうこの赤で書いたのだけ暗記してね、これ忘れちゃうと話にならないから。これラプラス変換の公式だからね、これ忘れちゃうと次へ進めません。まあ覚えておいて損はない。積分の区間ラプラス変換0からします。これフーリエの時はマイナス無限大からでした。ラプラス変換では基本的に0から無限大までを考えます。その理由は XT を因果信号とします。因果信号って言葉は古い言葉で忘れちゃったと思うんだけど、何を言ってるかというと、こんな信号、負では0ですよと。負の時に0である信号を因果信号と言いました。これどっかで勉強しました。なので積分するときに負の値の時は0を取ってんだから積分区間入れることはないよっていうんで、ラプラス変換の場合には必ず0からスタートする。マイナス面から台から0の間は信号自身絶対0ですよって仮定を置く。これがこの授業で使うラプラス変換、片側ラプラス変換ということもあるけど、普通これがラプラス変換です。基本的な信号ラプラス変換を考えていきます。基本的な信号というのはもう全て、授業の前半で習った、インパルスとかステップとかランプ1時間数とか制限波とかそんなもんです。デルタ関数です。デルタ関数ラプラス変換したら1です。もうこれは暗記。フーリエ変換の時もそうでした。フーリエ変換デルタ関数をフーリエ変換したら1でした。全く同じ関係が成り立っていきます。なのでラプラス変換の世界でもこれは1になります。単位ステップって次ありましたね。さっきちょっと書いた負では0で1がいきますよ、これステップでした。 UT とか書きました。これ2番目、これ実際やってみましょう。 XS は0から無限大で関数1、値は1ですよね。e のマイナス st 関数のところ1入れただけ。公式で ft は1だから、だからここなくてもいいよ。そうするとマイナス s 分の1 e のマイナス st 0から無限大。普通に計算しましょう。 s は複素数なんだけど普通の積分でいいんですね。で無限大入れたらこれ0になって、0入れたら1になります。だからこれ s 分の1です。これも暗記。単位ステップのラプラス変換は s 分の1ですよ。もうこれよく使います。単位ランプ、これ1時間数です。これも1時間数だから今度は1になって t ってなっちゃうんだよね。 t かける e のマイナス st、 何が私っていうかっていうこうだよね。今度はね、ね、また中間テストの悪夢が蘇る部分積分、ね、また出てきた。これ部分積分使います。でもう今やりません。もうさっきもやったし、これ計算すると s 二乗分の1です。その辺教科書にみんな書いてあります。すなわち時間が0時間数、今度1時間数あるいは2時間数になっていると s の二乗が3乗とか、さっき言った s がの割り算が増えていく。この場合はね、そのような性質があります。これ単位ランプ、まあ、この辺でいいでしょう。あとよく使うのが、4番なんで指数関数かな、うん、e のマイナス at、だけどこんな感じ、負では0ってことにしてこういう感じ、正のところで e のマイナス at 以上になります。こんな関数もよく出てきます。もう物理でも数学でも、もうこの授業でももう出てきた何回か。これも同じで計算すればいい。 xs は0から無限大 e のマイナス at e のマイナス st dt、0から無限大 e のマイナス、なんかこの中間式で見ましたよね。こんな式ね、 s じゃなくて j オメガでしたよね。なんか似てますよね。そのとやってます。で、これを計算するとこっち行っちゃおうか。
最終的には x オメガは s たす a 分の1になります。これも、暗記という言い方は良くないんだけど、まあ、計算すれば出るんで暗記する必要はないんだけど、まあ、この辺の基本的な式は全部覚えておいて損はない、今丸1から丸4が来ました。丸5、この正弦波、正弦波なんだけどずっと片側です。こっちが0ですよ、それこうですよとですね、これも、真面目に計算するとできます。教科書を持っている人は86ページの下の方にオイラーの公式を使ってやりましょうねとか書いてあります。一回、自分で確認してほしいんだけど、まずはもう、これラプラス変換したらどうなるか、こんなふうになります。今度は S の2乗になっちゃいましたね。同じようにコサインになります。でこの辺の導出は教科書に書いたんで一回自分で計算してください。もう今はここまで、特にこう丸五のここまではよく出てくる基本的な信号のラプラス変換です。だから計算すれば出るけれども全部暗記しておいても損はない。特に正弦波ってどういうものかというとね、分母共通なんですよ。でこれだけちょっとやりましょうか。分母イコール0と置きます。 S 次乗足す、ここの両方分母同じだから0と置いてみましょう。でこれ解いてみます。プラスマイナス J オメガが出ます。 S は複素数ですからこれで OK ですね。で多分複素関数の時にこういう複素関数の分母イコール0になるのを何と言ったかというと極と言ったとなったと思います。ポール、ね、分母が0になっちゃったことはそこで0になっちゃうんだから無限大発散数なんか穴みたいなものだからポールと言ったはずです。でよくやるのはそれを S 平面という平面複素平面を考えます。横軸実軸です、縦軸虚軸です。これ S 平面って言います。単なる複素平面です。もう春学期ので、今出てきたのはどこかっていうとこことここなんです。プラス J オメガマイナス J、 どうも正弦波っていうのはあるいは余弦波っていうのはこことここに2つ極があるような信号なんだなと。また後でゆっくりやりましょう。今日はもうちょっとやりたいことがあるので今回にして、で正弦波と余弦波は親戚です。だからちょっと分子が違うんだなと、もうこれは暗記するしかない。コサインの時はオメガ、コサインの時は S が出ます。分母は共通、そんな数式です。ここまでで、もうこのね5つぐらい覚えておくと、あとは応用問題、あと本当は性質使ってやっていけばいいんだけど、今日の演習問題はどっちかというとラプラス逆変換をやっていくので、そっちの話を少し説明します。で教科書は 4.2 の次が、88ページラプラス変換とフーリエ変換と書いてあります。でこれだけ簡単に言いましょう。今この S 平面書きました。でフーリエ変換、今これをこの図を書いたんだけど、フーリエ変換の式も書いてみましょうか。多分こんな式だったと思います。ラプラス変換の上の公式と眺めてみると、まあ一番違うのは積分区間が違うんだけど、まあ、これは細かい話。さらに xt が負で0だったら別に0かしたっていいから。あとここです。このことを何て言ったかというと核って言いました。カーネル、核関数、これラプラス変換の核関数これです。フーリエ変換の核関数はあれです。だけどよくよく見ると S 以降私こう書きましたね、シグマプラス J オメガ、だからラプラス変換で E のマイナス ST って置いてるってことは、これは E のマイナスシグマプラス J オメガ T ですよね。だからフーリエ変換のここと同じですよね。
含んでますよね。シグマっていうのは余計に入ってるだけで。何が言いたいかっていうとね、フーリエ変換というのはここラプラス変換のことを、ここすなわちシグマが0と置いた居軸上の時のラプラス変換がフーリエ変換の公式なんです。だからラプラス変換の S と置いちゃった方がより一般的に書いてるだけ、ね、だからやってることは基本的に全く変わらない。でじゃあ何が違うのっていうことを工学的に言うと、居軸上っていうのはこれは実は周波数軸とも言う。ラプラス変換、ごめんなさい、フーリエ変換というのは周波数領域の変換だったんです。周波数領域というのは基本は制限波ですよね。でここはね定常応と、すごくラフな説明をするとね、居軸上にこういうポール極がある世界というのは、今考えてわかる、これ制限波です。こういうので解析しようというのがフーリエ変換の心ね。心って言ったって分かんないけどね、考え方だったんです。ラプラスもうこれで十分なんだけど、ラプラスはこれだけではなくて、こっちがどっちかというとね、こういう感じ、あるいはこういう感じ、こっち、まあ安定というんですけどね、時間が経つとゼロになっちゃうような感じ、こっち側はね逆にこんな感じ、あるいはこんな感じ、こっち不安定というんです。ここの真ん中の世界、左側は信号が減っていく方向、右側は信号が増えていく方向、こういうところに極があると、そんな世界なんです。でラプラス変換というのは定常応答だけではなくて、加藤応答、これも扱いたいねというニーズで出てきたもの、出てきたというか使っているもの。ラプラスはそんなこと考えてないんだけどね、ラプラスはもっと高尚な数学を考えていたと思うんだけど、我々20世紀になってから、特に使っているのが電気回路。それと私が来年やる君たちに授業する制御工学、こういう非常に応用を試行したものでは、加藤状態とか加藤応答って大事なんです。そういうところでラプラス変換が出てきます。それに対してフーリエ変換、こっちはどっちかっていうと物理思考の研究者あるいは授業では、このフーリエ変換、フーリエ解析がたくさん出てくる、そう思っていると大体間違いない、そう思います。演習問題を解かなきゃいけないんで、ちょっと、ラプラス逆変換の話で、逆変換の公式は教科書に書いてあるけど、あんなの使わないよと言ったんです。例えばこんなこと考えましょう、もうフーリエ変換、ごめんなさい、ラプラス変換されたものが与えられていた。でその時元を当ててっていう逆の問題を考えましょう。でさっきまで勉強した5つの公式、ラプラス変換の対ペアがあったんだけど、そんなところにこんなのなかったんです。教えてないんです。だからさっきまでステップとかランプとか制限波とか、そんなんでこれは解けない、困っちゃうな。そういう時使うツールが部分分数展開、それから流数。おそらく流数は、物理情報数学 A の複素関数論で聞いたことがあると思います。こういう掛け算の分数があったら、一個一個の和に書くのを部分分数展開って言います。高校では多分高等式やったんじゃない、すなわち分母を通分して分子で、高等式で係数を比較してやるっていう、では普通やるよね。それ高校でやったことある。で、流数というのはアルファイコール、これ XS というか、アルファを出したいときどうするかというと、 S たす1倍するんです。これは公式、アルファを出したいときには S たす1を元の関数にかけて、残った部分に S イコールマイナス1、ここから0となる解を入れなさい。これもやったかな。具体的にはこうなります。S たす1を入れる心はここは消えるんです、なくなっちゃうんです。だから残るのは S たす2分の1なんです。でそこで S イコールマイナス1を入れます。だから1ですよと、このやり方。ベータも同じようにね、ベータは S たす2倍しましょう XS を、
で、それ最後マイナス2を入れましょう。 S たす1分の1で、だからこれは S たす1分の1、頭の意味な、頭の中で通分すると多分合ってるね。ね。で、多分彼女が言ってくれた高校数学だと、アルファ倍の S たす2たすベータ倍の S たす1イコール1という高等式を解いてアルファベータを連立方程式を出して解く。これ高校までの話。ね。で、大学はこんなことやっちゃいます。これすごく早いんです。いい？これ覚えて帰って今日。例えば、アルファを出すときには手でこれを隠しちゃうんです。それがこれキャンセルする意味。隠して、隠したところにマイナス1入れちゃうんです。とも1だよね。これでアルファ1。これこっち隠しちゃうんです。マイナス2を入れるんです。マイナス1分の1だからマイナス1。これで終わり、ね、これすごくカウンターテクニックで、これ特に今は重根じゃないから、重根だとちょっと面倒くさい、微分が出るとか、これ多分今日間に合わないから次回ぐらい、ね、重根の時どうするか。なのでまずこんなふうにやる。これ今日の一番大事なところ。いい、複雑な関数があったら部分分数展開します。その時こんなテクニックで流数というのを使いましょう。でそうするとあとは楽になっちゃう。何が楽になっちゃうかというと、ここに出てきた S たす1分の1にラプラス変換してなるものは元は E のマイナス T 乗なんです。 E のマイナス T 乗をラプラス変換したら S たす1なんです、分の1なんです。こっちは E のマイナス 2T 乗なんです。それさっき言った基本的なラプラス変換のペアがまで分解してあげれば、それを使っちゃってよって XT イコール答え、こんなやり方で。最初はねどうしてもね心配になって高校でやった高等式使いたくなっちゃうんだ、これめんどくさいからね。この今2つだからできるけど3つ4つあったらもう嫌になるからね、絶対流数覚えてね。今日はこれが今日初めてだとしたら新しいテクニックだからね、それ使って、展開していきましょう。じゃあ1個ちょっと練習してみましょうか。今度こうしましょう。 S かっこ S たす1分の1、この時に XT 求めて、これも今と同じように S 分の α たす S たす1分の β と置いて α と β を出しなさいでいいよね。 α 出す時はここを手で隠して0を入れればいい。だからこれ1でしょう。ここを出す時にはここを隠してマイナス1を入れればいい。マイナス1でしょう。だよね。おそらく S 分の1引く S たす1分の1が部分分数展開になります、ね、これは今日覚えたテクニックで、さっきと違うのはここラプラス変換してこれになるというのは元は単位ステップです、 UT です。でこれは E のマイナス T 乗 UT です。なので答えは1マイナス E のマイナス T 乗括弧 UT の答え、ね、ですからもうこのパターン、重根がない、全部根が違う、相異なる根の時にはこのパターンで全部分けちゃえば全てのこの分子が計算できるからいけますねというのはここまでのお話で、あと1個だけテクニックを教えましょう。中途半端なんだけど S 領域推移、こんな講師、これさっき実はフーリエ変換の性質の時でも、周波数領域推移というのがあって、あの時はどうでもいいよって言ったんだけど、今回ちょっとこっちは使ってみたいのでこれをちょっとピックアップします。これまた来週性質はちゃんとやります。まずはちょっとあと5分ぐらい でこんな性質があります。 S の世界で A ずれるとそれはエクスポネンシャル AT をかけるのとマイナス AT をかけるのと同じですよというのがここでの性質になります。こんなもんがあるんだと思ってください。例えば XS たす A として S たす A 分の1、こんなもん考えましょう。 S ではなくで、これその心はないかっていうとこれが大きな S なんです。もともとこれは S 分の1っていうのがあった。で S の代わり S たす A 入れちゃったよと、 A ずれちゃったよと、そんなイメージなんです。
ね、何とか分の1 S 分の1という関数がもともと僕ら知っていたんだけど、それが S って書くか S たす A だっけ、 A だけずれちゃった、 S 領域だけ推移しちゃった、 A だけね。そう考えましょう。そうするとこれもともとはステップ関数 UT でした。 S 分の1だったらもともとはステップ関数なんです、フーリエ、ラプラス変換する前はね。これは普通。問題は A ずれちゃったことによって元々の関数にこれをプラスしなきゃいけない。E のマイナス AT。何やったかっていうとね、これも暗記さっきやったんですよ。S たす A 分の1のラプラス変換は5でしたよね。減衰指数関数のラプラス変換は S たす A 分の1でしたよね。でもこれはこんな性質からも出てきちゃうことになります。